ハロー、はい、伏見文人、ディレクター伏見文人です。監督伏見文人、2024年もよろしくお願いします。初動画かな、あのね、23年の時ね、クランクアップの動画とか上げてるけど久々っていうか、はい、ということで英語と日本語両方でちょっと喋っていきたいと思うのでよろしくお願いします。ということでね、あの2024年なんですけども、はい、まだちょっと寒いですけども、撮ってる時は、これ流してる時はもう春になってると思います。2023年とかも映画活動を中心に結構頑張って来させていただきました。ありがとうございます、皆さんのおかげで。でですね、報告というかいくつか3つあります。1つは、時をかける東京サバ女子っていう、撮ったのはちょっと前なんですけども、長編、まあ、結構エンタメのループものの女の子が、ね、ループでこうなって黄泉の国に落ちていくって結構面白い映画だと思うんですけども、概要欄に予告編載せておきますけども、ニース国際映画祭ノミネート、ありがとうございます。ニース、ありがとう。これ上げてる時にはノミネートとか受賞とかもしかしたら結果が出てるかもしれないので、続報というか動画または概要欄に載せておきますね。まあ、ノミネート本当にありがたい、結構ね時間かけて撮った、暑い、暑かったり寒かったり、まあ結構6、7ヶ月にわたってね、撮影したのは2022年から、ほぼコロナが収まりかけが、まだギリギリコロナがある時期で、なかなか大変だったんですけど、頑張って、で、編集して、途中でね、パソコン潰れたり、字幕がつけれなくなったり、結構頑張りました。まあ、主演の山下さんとか、平原大地、あと近藤直樹さんには、2役、サバの女王役とサバさん役、いつものね、東京サバ女子映画シリーズということで、メインの3人プラス木下君と松岡俊と結構ねサバチーム、あと船戸さんもね実はちょっと出てるんですよ、しじみ日記のしじみ役でちょっと出てるんで、そこも結構ポイントだと思います。これもね上映、あの劇場公開とか目指していきますんで、応援よろしくお願いしますっていうのが一つ目の報告でして、